はい、今日はですね、えー、っとライティングです。この質問に対して2つの理由を言いながら、85語から100語で英文を完成します。じゃあこれまずちょっと読んでいきましょうね。いいですかね。これ一緒に読もうね。せーの These days, there are many houses built for a better environment, such as saving electricity. and using less water. まあだから電気を、電気とか水を節約するような環境に良い家が増えてますけれどもって話ね。ここね、せーの。Do you think these houses will be more popular in the future? 将来このような家がもっとポピュラーになると思いますかに対して、これ答え書いていきたいと思います。これイエスの方が分かりやすいんで、 えっと、イエスを入れてからでも構わないし、イエス、あ、イエス、アイシンクみたいな感じでやっても構わないし、イエスを取っちゃって、アイシンクから行っても、アイビリーブで行ってもいいよね。シインク。アイシンク。えー、っとね。えー、っとね、こう。 houses built for a better environment will be more popular in the future. ここを取っていけばいいわけです。これね。このメニュー,メニューはまあいらないんだ。o ウゼ s ズで。I think the houses. the じゃなくてもね、これ,入れなくて。入れなくてもいいかもしれないけど、まあいいや。houses えー、っと、built for. あ。 ベ i ターエンバー t メント。ウィ e ビーモア。あれ <laughs> ここ間違ってるね。ペターになってるのこれ。ウィ e ビーモアポピュラー。t h ザフューチャー。なるべく長くしちゃうね。これで号数稼げるから。大丈夫でしょ。おやっぱりここダメだって言われてる。えー とあやっぱりね、ザ入れるのって言われちゃった。じ <laughs> ゃ入れるのやめましょう。私、ザが好きだから入れちゃうんだよね、どうしてもね。入れない方が自然っぽい。はい。じゃあ、えっ、ー、と、これに対して、そうすると、I have two reasons だよね、次ね。二つ理由があります。I have two reasons. で、ファーストだよね。最初何がいいかね。えっ、ー、と、そうですね。えー うん、グローバルウォーミングって聞いたことあります。グローバルウォーミング。ウォーミング。これ地球温暖化なんだけど、これ覚えておくといいね。だいたいこれ、あの、3つに1つからこれ、グローバルウォーミングに関する、なんか、えー、と地球に環境にいいみたいなのがあるから、問題としてね。グローバルウォーミング is a big problem. む、えー、と。 で、これ、これ、えっとこ、最初にこうやってやって、そしてもう一つ、ここまでもう覚えちゃうと、we need, need, need to do something. 私たちは何かしなければいけません。どうにかしなきゃいけない。えっと、いう意味なんですけど、ここまでもう、最初にこう覚えちゃうと、もし環境問題に関する何かが出たときには、これ全部使えちゃうから。 これだいぶ稼げますよね。s ム m ング n g って言って、それで、えっと、そうですね。エコ。こんな言葉あるのかどう分かわかんないけど、エコハウス。<laughs> エコ、これ作っちゃえ。<laughs> エコハウズ is a, えっと、エコハウーズ is a very, very good For the environment ね、こんな感じね。<laughs> えっと、これよくはうちです。これもしかしたら罰にされるかもしれないけど、まあいいや。<laughs> えっと、そして次が、あ、で、これが最初だったでしょファースト。で、これ、for example、これ入れてないよね。まあいいや、これで。はい。で、セカンド行きましょう。セカンド。 えっと、まあ、これ環境にいいということ、それから水を節約したり、それから電気を節約すれば、お金もかかりませんよね。つまり、ま、節約できるよね。そうすると、えー、っと、セカンド、えー、ウィーキャンセ、セーブって節約するって意味なんで、セーブ、あ、ロット、オブマニー、ー これね、we can save a lot of money. これももうこれ一括りで覚えちゃうといいかもしれません。これで節約できますみたいな感じだから。マニー。えっと、で、これ、for example ね、次ね。for example.for example. 例えば、えっと、あ、えっとね、最近ね、電気料金とか水道料金が上がってんのよ、これ。 まあでも,もし上がってるっていうことが分からなかった人も、もう書いちゃっても構わない。<laughs> そういうふうに。えー、っと、あれちょっと今の状況と違うんじゃないっていうふうになるかもしれないけど、そこら辺はほら、えっと、間違ってても別にいいじゃないそう思い込んでるんだから。あの、実際のことと、それから英語は正しいかどうかっていうことはまた別だからね。For example, えっと、エレクト、エレクトリスティルのスペルが分からなかったら、ここのところ見ればいいから、これこれね。あと、ウォーターは大丈夫あ レスウォーターはいいかな。まあ、とりあえず、エレクトリシティ。えっと、for example, エレクトリシティ is very expensive.Expensive が、えっと、これ、スペルが忘れちゃったら、チープを使えばいいです。 チープもね、スペル、ここらへんのところが不安だったら、でも、どっちがいいかわかんないけど、まあ、不安じゃない方を使って。で、ここのところ、Electricity is not cheap にすれば、安くはないにすればいいんですよ。そうすると高いって意味だから。で、また、この Expensive がわかれば、えっと、えっと、Electricity はとても高い。Very expensive。これ使えるので、Very expensive。えっと、 So, for example, e l e c t r is c i i t y very expensive. エレク e リシテ t ー is very expensive. あ、それ、electricity and water is very expensive、uh, these days. These days って一番最初に出てるよね。あ、ah,、これあるもん。これ使っちゃおう。最近では。ね。These days と。 こんな感じかなあ、クイズじゃないな。こごこれ。二つ今言っちゃったんだもんね。これ、あーですよね。ほら、あーって言われちゃった。はい。こんな感じかなで、ここまでで何個かちょっと、何個起きたかちょっと数えましょうか。これ、一,一緒にワン、ツーでいきます。数字、あの、英語ね。ワン。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シック、セブン、エイト、ナイン、テン。 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 31, 32 33 34 35 36 37 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56. ということは、85号までに、あと19号。まあ、とりあえず、ここで、ちょっとここで、ちょっと書いてあげましょうよ、これ。40, 2, 2 reasons。Two reasons。はい。今度 believe にしようか。believe、believe。えっと、think で believe でもいいか e c a こ s e t h o u s e s built for a better environment will be more popular in the future, ね。h o u s e s built for. は、right? い。えっと、believe.Houses.

えっと、56でしょ ?57 ね。せーの。57、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75。10足りないね。十はちょっと多いから、えっと、will be え、for a better environment will be えっとここに行っちゃえ will be better えっと better な <laughs> better for our lives 私たちの生活にとってより良い安くなるんだもんね生着できるんだからねえっと and more popular in the future. とすれば、えっと、えー、1、2、3、4、5、あと5号プラスできるから、まあ、85くらいにはなるってことね、これでね。それで大丈夫ですだと思います。はい。こんなもんですね。これちょっと間違いないかどうかわかんないんだけど、これちょっと、えー、この、 翻訳でもって翻訳してみて日本語に直してみてただ自然な日本語になるかどうかをちょっと見てみましょうこれねいつもね最初の部分が変な役になるんだよねこれ怖いんですけどこれがね何かねまあとりあえずここからじゃあ日本語まず読みましょうせーの,いくせーの最近は節電や節水など環境を考えて建てられた家がたくさんあります これらの家は将来さらに人気が高まると思いますかじゃあここ読んでいきます。今後はより良い環境を追求した住宅が普及すると思います。あ、大丈夫だ。ちゃんとできてますね。理由は2つあります。まず、地球温暖化は大きな問題です。何かをしなければなりません。エコハウスは、おカタカナになってる。環境にとっても良いです。 第二ににお金をたくさん節約でできますす例えば最近は電気代代や水道代が非常に高価ですこの2つの理由からより良い環境を目指して建てられた住宅は私たちの生活にも良くなり将来的にはさらに普及すると私は考えす晴らしいねこれね <laughs> 素晴らしい文章になってますこれはもしかしたら100点取れるかもしれないとちょっと語数が少ないんだけどどうでしょう90点は取れるんじゃないでしょうか。 These days, there are many houses built for a better environment, such as saving electricity and using less water. Do you think these houses will be more popular in the future? I think houses built for a better environment will be more popular in the future. I have two reasons. First, Global warming is a big problem. We need to do something. Eco houses are very good for the environment. Second, we can save a lot of money. For example, electricity and water are very expensive these days. For these two reasons, I believe houses built for a better environment will be better for our lives and more popular in the future. Will be better for both our lives and ah, yeah, both are you to yeah. so, I per both. this